あの、当選しなかったとしても2、2%の得票,の得票で、政党要件さえ抑えて金もらえればいいよね。そ,そ,そ,そうそうそう。<laughs> ただね、私はね、NHK 党に関しては、うんあの、あの、ちょっと違う意見を持っていて、うん、この政党っていうのは、あの、なんていうのかな。あの、そういうこととはちょっと違う、こう、まあなんて、ビジネスモデルを持ってるんですよ。<laughs> はい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 。 <laughs> 言わんとすることは分かりますが、ご説明お願いします <laughs> あ。あの <laughs> 選挙候補を見れば分かるけれど、我々は多く当選できません。しかし、1票につき約250円、あなたの投票で政党助成金が交付されますって選挙候補に載ってるわけ。<笑><笑>選挙で1票、比例区で1票で500円、ねで。自分たちはこのお金を儲けるために、 あの選挙をやってるんだというふうに立花さんは公言していらっしゃるわけですよ。こういうことをやったにやったこういうビジネスモデルを構築したあの政党というのはかつてないのでつまり話題の人物を良きにつけ悪しきにつけ,につけ,につけ話題の人物をどんどん候補者として立てることによってあの得票率を上げていってそれでこの,あの政党助成金を得る。 政党助成金をできるだけ多く出るっていうようなですね、そういう、このおなんていうかな、それをこうさらにこう選挙候補で広報までする、公言までするっていう政党っていうのは、うん、私はね、いまだかって見たことないですね。うん、す,ねすごいあのビジネスモデルだと思います、うん、あの当選しなかったとしても2、2%の得票ので、政党要件さえ抑えて金もらえればいいよねいう。そそそそうううう いや、だからそれでやっぱガーシーさんを取り込んで、でそこで票を取るとか、もうまあ、完璧ですよね。もう話題になっていて、そのなんか他の政党に行かなそうなこの人だったら面白そうって言うんだったら、とりあえず何でも突っ込んでみようみたいなエピソの高橋さんとか、ネットで話題になるって、うん、そういういう人にちょっと一票を入れてみようっていう人確実に言うわけですよ。はいはいはい。面白くも何ともないから、うん、他の政党の候補者とかはっていう人。 いうこういう層に対して確実にね、あの狙いを定めているいうこと、はい、だから当選できるかどうかなんか関係ないの、まあ、今回は、うん、あの東谷さんはうう当選できたけれども、本当はこの政党は当選できるかどうかなんて関係ないんですよ。 しかも選挙運動、ほとんどしないから、うん、なんかその選挙を利用して知名度を上げようみたいなのだと、昔はその羽柴秀吉っていう人が出たりとか、あと、マッカー・サ知名度を増やすみたいので、まあ、ある種その、何かの知名度を売るために選挙に出てっていうのの泡沫末候補っていうのはいたんですけど、選挙そのものをビジネスにして、っってくっていくうこれは新しいですね、極めて新しい。 だかそこに対してそのなんか政治をおもちゃにするなとか選挙におもちゃにするなっていうのって言ってもしょうがないですよね。いやだからそれ,それが嫌なんだったら政党助成金制度っていうのを。 変えるしかないわけですよ。よ、うん、そういう重大な問題提起をされているとも言,えとも言われた立花さんは、うん。そうですね。だから、その、まあ、あの、結局、じゃ、そ、それで食ってるようなやつに投票する人がいる以上、まあ。既存の政党が悪いじゃないかとか、投票してもらっている以上、それ有権者の意思なんだから。それが問題っていうのは、有権者の意思を踏みにいじることになるよね。<の>みたいなそうそう。おっしゃる通りだ。だよ、どうしてるんだからね、<や>もう、それは。立花さん、頭いいんですよね。いやいや、あの、とっても頭いいです。<laughs> すごいシステムだと思うよ、本当に。<laughs> あだから僕も昔はその、又、ま、谷 c s っていう人にずっと投票してたんで、あんまバカにできないんですよね、N 国党に投票する人たちの考え方を。あの全く同じ理由で投票してたんで、誰にも変わらないんだったら、それ面白い人に投票した方がよくねみたいな。そうそうそうあの、私もホーマス候補研究ってもしろの好きだったんだけど、はい、あのよく分かりますよあの、そういう感覚はね。<laughs> でもそれを、ね、組織的にビジネスモデルとして、うん やり始めたというのは、これはすごいね。